皆さんこんにちは。いつも同じ服のせやです。今回はですね、ちょっと隠し撮りをしてみたいと思います。りんちゃんって結構クールであんまり焼かないんですよね。でも一度だけちょっと反応したワードが一つだけあったんですよ。それが唯一焼くじゃないですけど、なんかちょっと引っかかったワードだなと思ったの で最近ちょっとやっぱり結婚するとそういうのないんですよね。ちょっとりんちゃん焼いてくれるのかなっていうのを僕はちょっと攻めてみようと思います。何やってたのベッドで。何やってんのベッドで。布団直してたんだよ。寝るんだよ。布団直してたってよ。布団直してたって寝るときむちゃくちゃだよ。むちゃくちゃなの。これちょっと寝転がろうぜ。なんで。なんだよ。どすこいするか。なるほどすこいするか。どすこいするか。なんでもうやられてる。HB0 いや、じゃあかまあ寝転がれよ。まあ寝転がれよ。黄色くない。足の裏黄色くない。本当だ。オランウータンじゃん。酸っぱいかもしれない。ねえ、水虫じゃないのこれ。プツプツなってる。水虫なんていないって。水虫なんていないって。ねえ、どこに水虫なんていいんだよ。本当に勘弁して。それだけのために読んだの、足のこと。どこに水虫なんていいんだよ。え、足だよ。これいいな、ちょうどなんか頭に入る。ねえ、かわいそう。人形にも魂入ってんだよ。エヴァ見たからってさ、魂のなんかあれにちょっと執着してんじゃないの。保管計画する。そういう意味じゃない。レレレレレ。そんな音流れてたっけ。 LCL 化して魂になってみんながこうやって帰ってくる。こうやってって何。どこ行くんだよ。いや、どこも行かないよ。だから足でやるのやめなさいよ。どこ行くんだよ。足癖がないよ。こういう旦那だったらどうする。ちゃぶ台返しするようなさ。どういうの。いやだ。それはただそんなハレンチな格好して。間違えた、ダセー格好してっつって。ダセー格好じゃあ家なんだから。そんなダセー格好してどこ行くんだもんね。自分だっていつも同じパッと着てる。ダセー靴下してよ。どこがダサいの。リラックスだよ。可愛いじゃん。黄ばんでね。なんか黄ばんでない。これはもうだって何年も結構履いてる。もう嫌がって。もうなんで。もうずっと何年も言われてる。苦して苦して苦してっつってよ多分。もう早く楽にしてくれって。どんだけ。ちょっとかわいそう。そうそう、ちょっとでもいいから早く穴開いてくれっつってさ。無駄にこういうの穴開かさせないじゃん。こういうのね、無駄に穴開かないの。丈夫なの。ドゥンドゥドゥンドゥドゥン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 。いつまでやってんの。保管計画すんだって。返して。あ、こっちもやんないと。あ、涙出てきた。涙出てきた。涙出てきた。どっから出てきた。見た。俺さ、なんか大学生付き合いたての頃あるじゃん、乃木坂ハマってたじゃん、めっちゃ。ああ、そうだ、ね、ハマってたっていうか、ね、アイドルにめっちゃハマるタイプじゃないけどさ、唯一なんか見てたじゃん、俺付き合う前から。何を見てたの。乃木坂ってどこって番組。もう腐るように見てたじゃん俺。うん、私久々に見たいなと思って。急にね、見ればいいじゃん。お、いいの見て。見たいでしょ。いや、まあ見たいな。見たいんだったら見ればいいじゃん。青春じゃないけどさ、うん、なんか全員可愛いじゃん、めっちゃ。あー、まあ可愛いよね。めっちゃ可愛いじゃん。うん、めっちゃ可愛い。ガチ恋ラブみたいなのじゃなくてさ、純粋になんか可愛いなっていうのがすげえあって。可愛くない。いや、もう誰から見ても可愛いよ。可愛いよね。付き合って結婚してさ、慣れてくるとさ、そういう初々しさっていうのなくなってきちゃうじゃん。そういうので初々しさって戻せるのかなみたいな。そういうのを見てもう一回なんか自分の過去に振り返って戻ってフレッシュな気持ちを自分にまた戻した方がいいのかなって。え、別にそれはいいんじゃないの。やらなくて。別に新鮮さがなくなっちゃったから番組を見ることによって新鮮さを戻るのかっていうと、それは分からないじゃん。確実じゃないよね。そういう目的で見なくてもいいんじゃないかなって感じだけど。何そういう目的って。え、何にやけてんの。焼いてんの。おい、焼いてないよ。焼いてんの。え、そうじゃなくて。お、焼いてんの。焼いてないよ別に。だってなんか見させない方向じゃない。なんかいや、そういうわけじゃなくて。そういう見させる見させる見させないとかじゃなくて。え、なんで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 。いや、ポリポリじゃなくて。んちゃんももちろん可愛いよ。それはなんか何でもいいんだけど。焼いてるよね。うさ。まあ、癒されてたよね。なんかすげえ過去を振り返ってた。誰に癒されてたの。誰に癒されてたの。番組なんかライブとか行ってみたいなっていうのさ。ライブ。え、ダメだ。どうやってやんの。どういう、なんでどうしたいの。握手会とか行ってみようかな。え、だってさ、握手会行くうんぬんさ、固定ファンがいないのにさ、誰に握手しに求めに行くの。秋元康。
行くっつったらいいの？え？俺が行くっつったらどうする？行くって言ったら、うん、え、一人で行くの？まあ一人で行って行こうかなと思って。なになに？一人で行くの？うん、別にいいんじゃない？なんかすごい嫌そうだよ。え、別に嫌じゃないよ。でも行きたいんだったら行けばいいんじゃないの？別に。だってそんなね、私が行くなんなんて別に好きなものに対して断られる権利はないでしょ。怪しいぞ。何が？過剰にさ、乃木坂反応してたじゃん、なんかそういえば前でしょ。別に今は最近そんなに反応してないよ。ただ、ね、まあ、なんか気になる点はマイアンが出てた時はさ、絶対見るよね。そういうこと。こいつ多分マイアン好きなんだな、っていう時はあるよ。分かるよ。どういう風に見てるの？こうやって見るんだよ。何それ。こんなダンディーに見てる俺。普段こうやって携帯いじりながらテレビ見たりするじゃん、うん、急に番組でマイアンとか出てたりすると、うん、手止めてこうやって見るじゃん。こうやってそんなことしてる俺。してるよ。本当に好きなんだなって思って、だからそれで、まあ、それで気づいてた。え、ちょっと待って、え、なにそういうところ見てるの？え、嫉妬してるから見てるってことでしょ。で、ね、そうだよね。いや、嫉妬して見てるわけない。待って、え、なんですぐそれ嫉妬っていう話になるの？え、絶対そうだよね。だってさ、そんな普通見なくない？だけどさ、あ、こいつって思ってるから。いや、でも私結構わかるから。嫌がってない？なんか別に嫌がってないよ。ほんとか？嫌がってないんだけど、いいんじゃないの別に。いや、絶対そう思ってないね。別にいいんじゃないのって思うけど。俺が乃木坂って話するとさ、なんか絶対なんか食いついてくるじゃん。みたいな。なっちゃんってさ、だって焼かないじゃん。まあ、全く。けどさ、なぜか乃木坂のワードになるとさ、なんか耳がピョピョピョンってなってさ、すげえなんか監視してくんじゃん。ほんと正直聞かして。何？正直。焼いた？ちょっとね。ちょっと。あ、ちょっと焼いた？ちょっと焼いた。お顔いいね。ちょっとやるの。それをさ、聞きたかったんでしょ。あ、私さ、基本あんま嫉妬とかしないタイプじゃない？まあそうだね。だから、なんかそういう気持ちをね、うまく言い表せないんだよね。なに、なに、黙んないとか。なんか嫌なことは嫌って言えない。だから、じゃあ嫌なんだ。嫌なんだ、にちゃん。嫌なんだ。わかった。今焼いたっていうのは認めるじゃん。だから、うん、これからは私がリサイタルしてあげるから、うん、別にもう見なくていいんじゃないの。可愛いやつだな。見なくていいんじゃないの別に。可愛いやつだな。ね。あ、分かった。じゃあんちゃんリサイタルやってくれよ。こうやって私踊ったげてるからこうやって。それで解決？うん、それじゃ解決だな。ライブも行かないと。ライブも行かない、ね。握手会も行かない。行かない。私と握手すればいいんで。あ、そうだ。あ、これ東京ドームシティで僕と握手、ね。仲良くなる、うん、おまじない。しようぜ。ずーっと手つないでられるの。はい、お金。どっから渡してんの？